ナイスゲーム、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 お疲れ様でした。さあ、ナイスゲーム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 、お疲れ様でした。ナイスゲーム、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした。お疲れ様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 でした。撮ってます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、YouTube でーす。ありがとうございました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 。お疲れ様でした。ヒーローの登場です。大きな拍手でお迎えください。デバイソーのシーズン2勝目。ルクサリーカオーケマウンド、どんな思いでマウンドに上がりましたか？いや、もう今日5月23日、僕の母親の誕生日なんで、もう何としても勝ちたいと思って、投げました。前回登板からボールの強さが出てきたので、少々荒れてもしっかり腕振って投げていくっていうのを心がけて、マウンド上がりました。難しい立ち上がりだと思ってたんですけど、本当に伊織がしっかりリードしてくれたので、よかったです。今日は自らのバットでもタイムリーがありました。ご自身の投球にも勢いつきましたか？ずっとバッティングが調子いいんですよ、はい。まあ、これでピッチングも持っていけたらいいなと思います。でした。本拠地での勝利はビシエド選手がヒーローだった5月9日以来になりましたが、ビクトリアで aquí después de como tu programa bien de la 9 de mayo mucho tiempo no hemos ganado hoy otra vez ganando ファン、あ、un buen trabajo, ¿no? いいしよ、どういった理由というか、要因が。練習ですよね。スイングもタイミングとかもありますけど、そういうことを少しずつよくして、チームの本当役に立てるようにということで、毎日練習している成果だと思います。ではファンの皆さんにメッセージをいただけますか。メッセージはファナティックのファナティックが本人のアポイをもちろん、セントのセサリマテレノアロドイ、エペレモン、エタセマナベンガ、エペセルインテリー、テナナナボナセマナイ、ナナケノシガアポイアンドイ、グラシア。まあ本当にいつもありがとうございます。グランデータでね、本当にいっぱい精一杯、自分たちの力を精一杯やりますので、本当にまた交流戦始まりますけど、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ
ワン、ツー、トゥリー、ドラフォー。ツイッター用に1枚いい？はい。あの、パスと決まって、ビッグスマイルで。ビッグスマイル。ビッグスマイルで。あ、いいね、いいね、あ、いいね、いいね。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。そのままで。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの、振り返りは、あの、ご自身のノートで、はい、あるとは思うんですけど、はい、まあ、今日の登板振り返って好投につながったのはどういったところ要因挙げられますか？そうですね、本当に寄りに最後まで引っ張ってもらって、助けられてばかりでっていうのもありましたけど、まあ、それに応えられた部分もあるし、やってきたことが出したのが良かったですね。桂選手というところも挙げられましたけど、はい、こうどういったところが良かったとかそういうのってありますか？もう今日そうですね、僕がびっくりするぐらいカーブをたくさん使ってくれて、序盤から最後まで本当にカーブを多めに使ってもらったんですけど、自分でも本当にあ、こんなにカーブ通用するんだなっていう引き出しにもなりますし、今後の試合にもつながってくれたらいいなと思うので、本当によく、リードしてくれたなと思います。今シーズンでは本拠地初勝利ということになりましたけど、はい、ファンの皆さんの応援というのは届いてますか？はいはい、もう毎試合毎試合本当にたくさん応援いただいているのは分かってるんですけど、結果につなげられなくて本当に悔しくて、ようやく初勝利挙げられて、まあ、本当にホッとしてます。先週の小川投手との投げ合いって結構こう、はい、あれですか、なんか火をつけるとかそういう部分あります？いや、もうそうですね、目の前で安のああいういいピッチング見せられて、で昨日もすごいいいピッチングしてて、まあ、それは刺激にならないわけはないんですけど、まだまだ彼の方が1枚も2枚も上手なので、少しでも追いついてまた、投げ合って今度は一矢報えるように頑張っていきたいですね。あと、お立ち台でもお母様のお誕生日ということだったんですけど、はいはい、そこで勝利ということで改めていかがですか？いやちょっと持ってるなと思いましたいや本当に嬉しいです。どんなお母様なんですか？いや、もう伸び伸びと、好きなことをやらせてくれる母親ですし、まあ、先週までなかなか勝てなかったですけど、やっぱり一生懸命やってる姿がね、嬉しいよっていうふうに声かけてくれてるぐらいなので、なんとか答えたいと思って今日、マウンド上がりました。ちょっと皆さんに見せるものではないとは思うんですけど、はい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 、ちょっとお母様へのメッセージ的なものだったら全く見せるものじゃないですねそれをもう本人に伝えるという感じにしておきますか？本人に。そうですね、誕生日おめでとうございますまた1年年取りましたね。いつも本当に応援ありがとう。次も勝てるように頑張るから、またどうも来てね。さすがです、ありがとうございます。では同じように、応援しているファンの皆さんにメッセージをお願いします。はいはい、いつも応援いただいているファンの皆さん本当にありがとうございます。ここまでなかなか結果出ずに申し訳なかったですけど、本当に次の試合も全力で勝ちに行きます。引き続き応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。それでは一緒に心の中でお願いします。せーの、ドラフォー。大丈夫？バッチリですありがとうございました。ありがとうございます。一番苦手なやつ